ができるまで、ご飯ができませんね。ご飯まで遊んでいくかな。何をするんだっけ。農家を見つける。農家か、農家あ、こっちか、遠いな、結構遠いな。ちゃんこさん、お疲れ様です。あ、ちゃんこさん、お疲れ様です。PC ゲームの方の続きをやってきます。大体そんな長い時間は多分やらないかなと。いらないものをとりあえずしまって、同じやつしまうのはシフト R。 あ、間違えちゃった、取っちゃった、しまったのに取っちゃった。あ、間違えた、こっちだ。やだやだ、これは違うな。これはここ入ってたっけ。え、お金こっちだ。お金どっか入れちゃったか。こっちで。そっと。金入れて。あとなんだ。石。ここは石。手が2つあるのか。これいらないよね。12。ちょっと矢を持ってかなかったから、木の矢、木の矢どうなんだろうな。火打ち石の矢、火打ち石、火打ち石あったっけ。しないね、ないね、全然。どうしよう、木の矢持って、木の矢を作って、これが結局あれがないとダメなんだよな。あのやつがないとダメだから、魔法のありがないとダメだから、ちょっと火打ち石取って、セミタ剣はいらないかな。釘バット、世界の終わりじさん、あ、サボってる。あ、サボってるじゃないわ、もう終わったわ仕事サボってる、こっちのセリフだわ。あ、だって仕事してるのちゃんと。金曜日はよろしくね。まだ寝らんないじゃんまだ寝らんないから、火打ち石を集めてこよう。どっかにあったのこの辺、火打ち石。火打ち石の矢作るか。来ないな。どっか火打ち石めっちゃあったような気がするんだけど、どこだったっけ。洞窟、洞窟どこだったっけ。なんか火打ち石あったよね。
岐阜市出発かな。世界の終わり、チさん、金曜日よろしく。あ、よろしくです。お久しぶりで。どんかつおごってくれるんでしょうね。もちろんどんかつはおごってくれるんでしょうね。あれ、救世主どこ行ったっけかな。おっと、洞窟みたいな。お、狼いた。あら、狼いたか。私？あ、私は多分ダメよ。最近もう本当にキルが取れないで、もう大変なんだから。他のゲームやりすぎなのか知らんけど、全然倒せません。私はきっと何もできません。カズキはいいけどね、私は無理やな。マジで倒せない、敵が全然。困ったことに。でもそれ言うとカズピーにいつも通りって言われるからよ。言わない。いつも通りって言われる。どこだったっけ。この洞窟の中にはないかな。最初の敵だから。うわ、見えない。一回寝てこないとあれかな。上がれない。2段ジャンプでも無理か。世界の終わり、チさん、なんか最近みんなアイスボーンやり始めてるよね。ああ、うちらもね、来週ぐらいからやるよ。うちらもってか、私とゆらさんとミトポン、カズピは一からはやらないって言ってたから、カツピは一からじゃないけど、なんか手伝ってくれるらしい。まあ、うちらはね、のんびりやるつもりでいる。とりあえずね、来年発売されるじゃん、モンハンが。まあ、それの練習的な。練習的な感じ。だから抜けがけなしで同じ速さで進むっていう。まあ、ユラさんとかね、ミトポン強いからね、どうにかなるでしょ。世界の終わり、チさん、あれ、うん、ゆっくりねやってこうかなと思って。どうせ来年っつって来年のいつ発売か分かんないじゃん。絶対初めとかじゃないような気するじゃんね。それまで終わればいいかなくらい。ワールドから始まるんだよね。ワールドアイスボーンだからね。飽きない程度にゆっくりやるよ。マジでみんなやってるしね。うん、ね。
シカポンやってなかったっけ？ワールドはやんなかったんだっけ？ライズだけやってたの。え、ワールドやってたよね。やってたよね。なんかもうさ、前のことすぎてさ、忘れてきてる。あ、みんなやってたよね、あの。一緒にやった覚えあるよね、みんな。あの、マムとかやったとき、マムじゃない、なんだっけあれ。マムじゃないよ、あの赤いやつだよ。忘れた。なんだか忘れた。あの竜みたいな。終わり、地さん、やってたよ。やってたよね。あの金の竜じゃなくてさ、もう一匹いるじゃん。なんか赤っぽいやつ。なんかああいうのとかの時になんかみんなでやってたの。あの、あれが欲しくて。素材が欲しくて。まあ、マムもやってたよね。終わり、地さん。あ、ムフェット、そうそうそう、ムフェットディーバー、あれの時素材が欲しくてみんなでやってたような気がする。なんか今もさ、イベントやってんだよね。ちょうどこの前なんだっけ、あれ作って入ったら、なんだろうの、蝶のさ、防具みたいなやつあるじゃんね、カピオンかなんかの、多分あれのイベントやってんだよ今ね。イベント中だったんだけど、うちらやるの今週の日曜日からだから、イベント終わっちゃうかなってちょっと思ってんだけど。バッグに空きがありますね。どうせならなんかイベントやってる時からやりたいよねって思ったけど、イベントってあれ1週間か2週間ぐらいしかやってないんだっけ。いつから始まったのかわかんないけど、なんかやってた。抜けがけできないからな、やっちゃうわけにいかないんだ。よし、ちょっと物がいっぱいすぎちゃった。シフト、シフトはこれあれか。いらないっけ。木のいらない。火打ち石全然取れてない。火打ち石の矢作るとかって火打ち石全然取れてないし。ヤバザキさんとかな、アフロさんとかが一緒にやれば楽しいのになと思って、忙しいから今できない。3しかない。やっぱりね、火打ち石どこだった。どっか確か火打ち石の鉱山みたいなあったんだよね。そこ行くか。何個もいらないな。うん、でシュラウドとかはどこだ。石剣もこんなにいらないんだよな。あ、でも捨てた方がいいんだ。ここもう使わない。辺は微妙なとこだ。一回寝たいんだけどな、これな。暗くなんないな。どこだっけ？どこだったっけ？どっかに、どっか洞窟みたいになってるの。巣穴。どこだったか全然わかんない。この辺かな。スカベンジャー、あ、ジンタンさんこんばんは。こんばんはの時間も、あ、もう微妙にこんばんはの時間になった。
まだお仕事かな。皆さんお仕事か。スカベンジャー行ってみる。リンゴキープってなんだ。チムかって言ったか。とりあえず。寝ないとあれかな。宝石が欲しい、宝石じゃない、火打ち石が欲しいから。ジンタンさん、今日はお休みだわよ。あ、今日お休みなの。いいですね。私は昨日お休みだったから今日はお仕事でした。まあ、明日行ったらまた休みなんだけどね。休みばっかりで怒られちゃう。私は明日行ったらまた休み。ん？何の音よ。何の、あ、ここじゃないな。敵いるとこだよね。ここ危ないとこだからな。はい、爆弾がある。危ない。あの毒されそうじゃない？ないかしら。洞窟じゃないのか、これただの敵の拠点だった。やばい人いるじゃん。2人はあれ、まあ、弱いから大丈夫だから。ここに火打ち石ないよ。火打ち石、あ、ここ入れんのかな。あ、もう取ったとこか。火打ち石ないな。どっかの壁にいっぱいあったんだけどな。狼肉が欲しい。こっちにないかな。このまま農家行っちゃおうかな。全然方向違うけど、全然上だけど。やめとこ。火打ち石を作ってからでしょ。カズピーさん、コンバーターのカズピーです。コンバーターのカズピーです。自分で言うな。コンバーターってあなたコンバーターじゃないじゃん。なんか金曜日はセカポンがとんかつ触らせてくれるらしいよ。楽しみしてよね。とんかつ楽しみにしてよ。スタミナが切れてきた。
早く日が暮れる、あ、もうそう、日が暮れるのか、これ。あ、私の死体があんなとこに。酔いどれさん、こんばんは。皆さんお疲れ様でございます。みんなもうそろそろ終わりかな。こんばんは。仕事終わりましたか。酔いどれななさん、高評価ポチッとお願いします。ありがとうございます。高評価おいしくいただきます。嬉しいです。千葉行ったことあった？なんか知らないとこ行ってあれだな、日が暮れそうな気配で怖いな。日打ちしないかやー。蜂蜜なんだ。秘密しないのか。こんなとこまで来て日が暮れてきちゃった。なんだろう。今日はご飯が炊けるまで、とりあえず6時にご飯が炊けるので、それまでちょっとのんびりと。やっていこうかなと思います。あの家ベッドあったっけな。スタミナがなくなってる。ここまでは飛んでこられる。どうあったかな。リングとスポってんだよな、確か。しか持っている。 HP リング、あ、MP リングって持ってなかったっけ。じゃあなんか辺をなくして、夜になった。多分一回寝れば武器の耐久が戻るはず。多分ね、多分ね。え、の戻ってない。あれ、家じゃないか。あれ、寝たら武器に耐久戻るんじゃなかったっけ。なんかいつもそんな感じだったの。寝たよね、もう朝だよね。あれ？安いぞ。何したらだろう？休んだらかな？焚き火で休んだらか？
次炊くか。焚き火で休む。はいはい。もう休んだらってことはない、なさそうだな。どうしたら戻ってんだこれ。いつもなんか家で寝たら戻んのかな。なんか勝手にいつも耐久度戻ってんだよな。戻らないってことで、これが17、これが21、どうしよう、この辺持ってきた。ミヤはまあ使えるか。あれ違う違う、もう取れないんだっけ、壊さなきゃダメなんだっけ。まあいいや、どうしようかしら。トウモロコシだけもらって、よかみよかみ。オオカミ肉が欲しいの、骨はいらないんだって。せっかくだからトウモロコシを焼いてくるか。トウモロコシ食べたい。武器の耐久どうやって戻したんだろう。どうか、そういったん家帰るか。このままの武器じゃん。あ、どうか見た。炎の許可。スキルどうなってた。二段ジャンプ、ジャンプ攻撃。毒耐性どこから受けダメージ。スタミナ消費、ヒーラー全天回避の能力は近距離テレポートに向けた。水のヒーリングオーラを放つ。まあ味方いないけどね。ヒーリングを決め。回避攻撃。
ちに行くかだよね。あーこれ上昇、結構コストかかんねん。ヒットした時はドックバックし、5分増加する家の快適さに向上すると難しいね。どれをやって、これは一人だからいいとして、ああこれは知っちゃ欲しい。まだ分かんない、ちょっとどうしよう。武器一回こう作んなきゃダメなのかな。またでも自分持ってないのあるからな。なんかこれどうにかなんだ、作れるやつないのかな。あの直すとこ、でも直すとこ行かなくてもな、あれ戻ってる、あれちょっと待って、なんでこの日に触れたからなんで直ったか分かんなくなっちゃってた。結局分かんないよ。MP のはまだ必要ないか。とりあえず一回入れてみよう。で、必要なんだけ持っていく。結局火打ち石はなかったかな。なんか作れないかしら。スクラップ、で、こうだ、へへーってなんかすごい軽いな。永遠の魔法、なんかクラフトできない。あーこの人ポーションとかなんだ。シラウドの子はあれは結構なくちゃいけないんだ。このやつってどこで取るの。あれか、あの方しか光る子な、暗闇で光る。あ、そういうこと。ホタルもでも夜で歩かないとホタルいないんだよね。とりあえずじゃあここは終わったから、ここ岩塩だけだったっけ。 あった火打ち石、ここ近いじゃん、近いし、なんだあったわ。これずっとハマってんだよねこの狼。さすがに舐めてるか。あ、出てきちゃった。ハマってるからいいと思ったら出てきちゃった。どこだ？向こう側か。向こう側当たって。今日はちょっと火打ち石をいっぱい集めて矢を作るとこまでで時間になりそう。二段ジャンプが楽しすぎる。
罠がある。もう一人いたよな。第二拠点が浮いてんだけど、大丈夫。また復活するんだよ。スタミナが。もうちょっと早く戻るようになるやつないのかな。スタミナ回復が早いやつ。なかったっけ。本拠地のところにまだあったっけな。こうやって登れないんだっけ。何にもなかった。ピッキングアイテム自分で。一回開いちゃうね今。段階。火打ち石のあれか。爆弾で壊す。こい
多分敵のところにいなかった。角だから爆弾に。カズピーさん、マウサーになりました。マウサーになりました。いつの間に全然壊れない。壊れてた。これは持ってるやつ。この手前のに当たっちゃった。から弓で狙われる。包帯どこ行った？包帯がない。包帯がなくなってる。あ、布がないのか。その目からだと当たんないよ。物持ってない。布ない。ここは、あー、いっぱいあるじゃん。これって爆弾で行くのか。もしかして消えちゃうだけかな、俺も。やめよう。ちゃんと掘ろう。なくなっちゃうだけじゃん。入れるかなと。入れない。なんかあれみたい、海の岩についてる鉄棒みたいな。スタミナがない。今どのぐらいある？火打ち石。ウンズさん、ウンズさん意外と取れてないんだ。殴って出るわけじゃない。壊れちゃった。これ自分で作るれ。小枝、小枝、小枝出ない。丸太か。キーキーのやつだ。ここら辺めっちゃいっぱいあるじゃん。買い取って。出るのってどれだ。この辺か。これで作れんじゃない。ちょっと取っていこう。なんか人が死んでる。だからね、いっぱい取ってきた。
に仕掛けた。全然飛べない。この辺からやろうか。いらないのを一回消して、もう一個作ったやつ、あ、一個しかないなと。また再生するなら一回ここ削っちゃった。気持ち悪いことだって、なんか集合体恐怖症の人ね。ちょっとやだ、やだ。スタミナ。どこまでがあれで、どこまで、どっから一緒の。の色が変わってるとこだっけ。スタミナがない。スタミナ、もうみんな買える子だ。これでどのぐらい作れるんだろうな。40何個だったら40何本とかね。上の方まで取りづらい。爆弾で一気にできないのか。なった82。意外と取れてる。1個で1本じゃないのか、さすがに。もっと早く取らせてくれ。スタミナが
くしないけど、よし、もういい。とりあえず書いて何本ぐらい作れるかやってみよう。何本作れるんだこれ。じゃあこの人じゃないんだ。誰だったっけ、この人は魔法の人か。全然違う。あれ、この人だった。やだ、小枝が8でスクラ…ん？ちょっと待って、火打ち石の矢だ。火打ち石の矢はこの人は何？びっくりした、火打ち石の矢に火打ち石使わないのかと思った。ちょっと、どこ、あっち、白クラフトか。地味じゃない、いや、え、火打ち石の矢ってないのこれ。火打ち石の矢ってどこで作るの？え、ここ木しか作れないじゃん。こっちは？ちょっと待って。やってないの。火打ち石のブロックは、そう、ブロック作ればいい。これ作ってから火打ち石の矢ってことはないよね。マジ？癖の足かな。火打ち石の矢って作れないの？物はもらうだけなのこれ、もしかして。カツ03コンパワー。あ、カーツさん、こんばんは。火打ち石の矢が作れません。火打ち石いっぱい取ってきたのに。どういうこと？木製の矢は作れるけど、みたいな。火打ち石の矢は作れないって。でも、これはどうやって作ったの？スクラップの矢じゃん。火打ち石の矢じゃないじゃん。もう完全に間違え、でも火打ち石の矢ってあるよね。え、スクラップの矢なの？スクラップ鉄溶かしちゃったやん、多分。あ、まだあるか。まだあるって1しかないじゃん。やば。スクラップ溶かしちゃったじゃん。でもさ、スクラップの矢だったらさ、そんなに作れないよね。スクラップそんなにもらえないっしょ。やらかした。火打ち石何のために持ってきたんだろうか。そっか、ここに入れとく。やだ、悲しい音楽悲しい音楽。火打ち石頑張って持ってきたのに何なの？どうしたらいいの？火打ち石の矢作れない？そんなことある？包帯作んなきゃいけない。あ、包帯置いてっちゃったんだ。骨はいらない。どこだっけ。大物。これいらないな。ブロック。これ別のブロック。
ああ、火打ち石のブロック作ってた。どうしよう、どうしよう、どうしよう。絵にはまだいらないけど。スクラッパーで、あ、でも小枝落としちゃったからダメか。小枝を、でもスクラップの矢とか、さっきの人この人か、あれさっき、ちょっと待って、さっきなんかあれだったやん、私がちゃんと見てなかったのか。やっぱり作れるじゃん、やらかした。ちょっと選んでなかったの、こっちがスクラップになってたからか。あだ早いな。これで何本できるの？450。なかなかできてた。ポニョさん、バンチャ。ポニョさん、こんばんは。今、ご飯が6時に炊けるので、それまでゲームをしております。お肉は焼かないとダメ。松明がめっちゃあるんだから、いらないんじゃないかな。スクラップってとこだ。スクラップ、この辺に入ってたんですか。お金、金どこに付け、どうしよう、この辺にあれスクラップの矢入れといて。ポニョさん、今日は休みだったのね。あ、今日？私は休みじゃないよ。行ってきたよ、仕事。仕事行って、もう帰ってきてました。早いんでね。帰ってくるの。今日は仕事。あ、来週が水木は連休なんだよね、私。来週水木連休。休みすぎだってまた言われる。絶対。今日は行ってまいりました。ポニョさん、あや、そうなんじゃ、わら、月に1回だけね、水木連休してる、最近は。休みすぎだって怒られる。有給はね、使っていかないとね。結局毎月1回ね、連休して平日に。だから明日行ったら休みで、よく見てるね。水曜日はなんと月に2ヶ月に一遍の反射が来てしまいました。早いね、1月に行ったと思ったらもうだよ。もうあっという間ですよ。やっとご飯が炊けたけど、どうしようかな。農家まで行ってみるかな。まあまあ遠いんだよね、ここなんだよ。ここまでしか飛べないから、こっから、この先ここにあるやつ取ってこかな。日いらないだろ、ここちょっとだけ進んでみようかしら。
旦ここに飛んで、でこの火をもうちょっと遠くに持っていこう。こう持ってけんのかな、それ。火を消す。消したら現在保護されるわけ。あー、そっか、この家がリセットされる可能性があるのか。ちょっとやめとこうか、ちょっとやめとこうか、ちょっとここになんか入れとこうか、お金入れとこうか、ちょっといんないの入れとこう。ヒューチーシムランでしょ。アンクかい？さん、こんばんは。あ、これが新しいモンハンの先行プレイっすね。そう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 、ちょっとね、新しいの先取りポニョさん、さしてもらう。バンチャどんだけ先取りさせてくれんの。そうそう、これがね、新しいモンハンの先取りなんですよ。出てきたらいいけどね。早くモンハン出ればいいのよね、来年と言わずに。なんかどうせならさ、あの出す何ヶ月前かぐらいに教えてほしいよ。なんかさ、早く教えられすぎてさ、なんかあれなんだ。こっち作れ、使え、あ、こっちか。そんなさ、1年以上前からさ、いついつ発売ですみたいなさ言われちゃうとさ、待ち遠しくなっちゃうから、もうちょっとこうギリギリになってから教えてほしい。すごい早い。アンクかい？さん、ポニョさん、バンチャ、みんなどんどん帰ってきて、あー、すんごい低空飛行。これなんか隠されたの墓、ついでに寄ってくか。よし、お、暗い。あ、松明全部置いてきちゃった。松明全部置いてきちゃったじゃん。ないから作れますよ。あ、大丈夫だ。なんか気持ち悪い雲とか。あー、やっぱり私も嫌いな雲。やばいやばい、なんかちっちゃいのが来た。雲の巣が張ってるからおかしいなと思ったんだよね。やばい、止め止め、気持ち悪い。あ、なんか、やばい、いっぱい気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、ちょっと待って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 、気持ち、ちっちゃいの気持ち。素材は取っとかないといけないよね。うわー、なんかあのちっちゃいのが出てきたらゾッとしたんだけど。私は何より嫌いな雲。うー、気持ち悪い、気持ち悪い。なんか出てくるの？真っ暗で見えません。これ見えない方がいい。なんかどっか開きそうだけど。びっくりした。うわー、小さいのがいるし、大きいのもいる。早く倒すって。なんかある？骨ブロック、なんか音だけするけど。
うわーい、キモいキモいキモい、なるべく見ないように素材を集める、素早く倒す、いやキモいキモいキモいなぜか飛んじゃってる、動揺しすぎて飛んでる、俺多分クモのあれが生まれてきた、俺クモ使っていく、うわ気持ち悪い気持ち悪い、ちっちゃいのがいっぱい出てきた、もうやだ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 、これもうこれで終わったのかしら、マジで気持ち悪かった、最悪や、どっち行くか分かんなくなっちゃったじゃん、こっちか、ここに一回行かないとき、あ、火打ち石がいっぱいある、火打ち石にやっかけてもよかった、超近距離だから骨じゃなくて肉が欲しいんだって、下か下かな、 あそこか、あれだ、バグる、分かった、お肉お肉、なんか敵のどこだ、やばい、強いやつだ、強めのやつだ、ここらへん、逃げつつ、逃げつつ、結構しつこいな、ゴリ押しするか、体力が多い人たちが、この辺はちょっと遠くからやって、遠くからちょっと削んないと、あ、これ木の矢持ってたら木の矢が先に出るかな、火打ち石の矢を先に出したい、3回攻撃してくるから、その間に1回、でもこの盾じゃあんまり守れなくなってきたのも、まだいるかな、まだいたな、入っちゃう、入れても何もなんないけど、なんか使うのかな、分解して持って帰って、なんかありそうだよな、こんな一個一個取っていくくらいだから、
ういうの作れないのかな。宝箱かなんかないのか。何にもないや。ここにいるな。開いた。届かないか、ここから。ちょっと前来て。当たってるようだけど、ダメージ入ってる。2人いるから、あ、なんかめっちゃいる。とりあえず弓の人がいなきゃどうにかな。何とこだ。こっち来い。こっちにおいで。うわー、弓の人いる。やった。いいや、とりあえず。一発ぐらいだ。この人たちが強いからな。ちゃんとそっち方面にいてくれるから優しい。もう一人上にいるんだよね。あの人は弓の人。隠れながら。終わりか。あー、まだだった。ここのから近接行く。ありかな。シラード対策。谷は川流域の近くに行かない。あ、川とか谷とかにたまるからか。必ず目を保護する。目を保護する。治療薬って何の治療薬か聞くの。全然見てないけど。ああ、引っかかった。罠に。初めて引っかかったわ、罠に。
白戸駅か。あれ、あれはどこで出てんの。あ、木切ってこう。この木も必要だから。ここ一番入りやすそうだし、谷だ。ここの木はここの木で必要なものだし。中の適用トースありがもらえなかそうな構成の。え？え？ああそういうことか。ってことは強い敵がいるのか。ちょっとここは後にしよう。こっち先行きたい。ちょっと強すぎる。この辺狼でも強いかな。狼の体力が2倍になってた。大変の敵強いからな。ちょっと秋の丘に行きたい。さっきか。敵いるな。あれ、ここ来たとこ。あれ、ここじゃない。ん？ちょっと待って。まだ来てんの？いる？来てないか。開かない。上か。どうやって行くんだ。他に。じゃない。これはどうなってる？
目に行くにはどうする、これ下降りでも何にもない、何にもない、どっかに上行くやつか、あっち側行かなきゃいけない、歯が開いた、農家となんか、農家となんか関係があるのって。え？あ、そう。危ない、もう一個あると思うのが刺せた。焦らせないでよ。どっかが開いたんだな。びっくりしたんだけど。もう一個あると思ってなかったから焦ったんだけど。でもなんか下だな、こうみたいなのが下になってる、あそこが開くようになったのかな、開いてなかったらちょっと笑っちゃうね、ちゃったけど、でもここ、え、行けるようになってないじゃないかい、あの中ちゃん、え、まだあるってことじゃ、まだ開けるとこがあったってこと、ここからはいけないのね、またさっきの上行かなきゃいけないの、やらかした、見落としないよね、上級場所の上、でもあそこ開けるようになってたからあれ開けるんだよな、さっきこっちだったよね、あれどうやって行った、さっきどうやって行った、さっき言ったばかりなのに忘れたんだ、上に上がるとこ、ああこっちからか、危ない、怖い怖い、あここが止まったのか、あここが止まってどっかに行けるのかな、
か行けるようになってないじゃん。行けるようになってないんじゃん。スタミナが切れちゃった。さっき上まで行ったよ。だ、なんかあった。触ったでしょ。どうやって、さっきこれで行った。あーやばい、あぶんな、あぶんなやらかした、めんどくさい、変に飛んじゃった。もうほぼね、スタミナがないときにやるもんじゃないこれ。ほな。そっか。あ、やばいやばいやばい。なんでスタミナあったでしょまだ。ちょっと全回復してからにしようか。飛んでいけないこともなさそうだけど、でさっき知らないでやったのに一回で行けたのに、知ってて行けないんだろう。スタミナ全回復して、あ危ない、危ない、落ちる。ここまでさっき来たでしょ。ないよね。こっちもなかったよね。ん？こっち入れる。お、ここだ。やば、追いに行っちゃう。場所はなんか下になってんだよ。威力強い子。なんかもう、エクサいないか。危ない危ない、包帯下に。
かんと。暗っ。ちゃんと見てから降りないとな。あそこ開いてる。飛んで大丈夫かな。追加されたんか。よし、帰ろう。ラス7もあっとないどこ。あー、もしかしてあれか、畑ができるんかで召喚するか。したらやめようか。あ、じゃあここじゃない。召喚したら終わりにしよう。何の声が聞こえたの。召喚の杖。微妙に窓の近くにやりたいんだけど無理なんだよね。来たあなたは何をしてくれるの。カズピーさん、オートエイム積んでるチーターのカズピーです。なんでオートエイム積んでるチーターなんだよ。チーター自分から言わんだろ。あー、やっぱそうだ、畑が作れるんだ。これないどこもいいね。何が必要だの。農地用の土、丸太はある。土と骨粉、骨粉ある。ポップコーン、あ、トウモロコシと蜂蜜でポップコーン作ってくれる。スタミナが回復するんだ。いいじゃない。この人、私これがいいな。丸太と土とコップ、とりあえず一回やりたい。一回やってみたい。どっかに土あってコップもあった。これ土でしょ。あ、石か。カズピーさん、あ、物入ってくる。あー、いってらっしゃい。あれ、骨を砕けばいいんだっけ。あれ、骨ってどうやって砕くんだっけ。骨ってなんか出てきたよ。焼いたらいい？コップン、コップン。いっぱいできてる。やばい、炭がいっぱいできてる。マルタタール。あれ、コップンでどうやって作るんだろう。コップンってどう？なんかが必要っぽい。お皿かな。なんかどっか皿、お皿ってあったけど、皿じゃ無理か。皿ってテーブルに置くだけの皿なのかな。あ、ただ飾るだけ。コップンってさ、どうやって、まあいいか、とりあえず召喚したとこでやめとくか。これやってたら止まんなそう。じゃあ配信これで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。